Ladies and gentlemen, bout five, women's 57 kilo. 全日本ボクシング選手権大会お伝えしています。決勝の舞台墨田区総合体育館、続いては女子フェザー級です。入江聖奈対吉澤さつきの一戦です。さあもう本当にボクシングファンでなくても、今場所を間違えたのかもしれません。入江聖奈選手のことはもう本当に多くの方がご存知だと思います。まあ、坪井さん、はい、人気すごいですもんね。そうですね、入江さんはもうすごいですよ。その人気の入江さんがこの決勝の最後の試合を迎えることになりました。なんかもったいないなという気もするんですけれども、ご本人はもう決心は決まってますもんね。はい、タイルの研究をするんだということで、そうですね、進学先ももうしっかりと決まりました。はい、受験勉強もしたということであります。入江聖奈さん、いつもこうやって笑顔で入場してくるのがいいですよね。そうですね、本当になんだボクシングを楽しんでるなっていうのが伝わってきます。さあその入江選手の相手、この決勝の舞台、吉澤さつき選手、今背中越しにカメラが捉えています。赤コーナー日蓮推薦、日本体育大学、入江聖奈。最後の試合です。入江聖奈。日蓮推薦、日本体育大学、吉澤さつき。日本体育大学所属、吉澤さつきです。ということは入江聖奈選手も日本体育大学所属。これ同じ学校の同門対決という、坪井さん、そういう決勝戦になりました。はい、この辺はどうでしょう、選手同士の気持ちという面をおもんぱかると。そうですね、まあ、お互い手の内も分かっているでしょうし、はい、まあ、楽しいんじゃないですかね、やっぱり同門対決でも。自分も前同門対決よくありましたけど、やっぱ楽しかったです。はい、あ、そうですか。はい、さあこの2人はどうでしょうか。女子フェザー級、まもなく試合が始まります。内山さんが、はい、帰ってきてくださいました。人気の入江聖奈さん、最後の試合です、これが。はい、まあ、入江聖奈選手はね、もうオリンピックでやっぱり金メダル取ってますから。はい、はい、2021年、まあ、昨年です。まだ記憶に新しい、昨年じゃないですか、もう金メダル取って、その後の活躍が目覚ましいんで、はい、皆さんが注目している選手ですね。入江聖奈選手、日蓮推薦日本体育大学、同じく日蓮推薦日本体育大学、吉澤さつき、この一戦が決勝戦となります。さあ試合開始です。あ、2人とも飛び出していきます。オーソドックススタイル、この長いリードブロー、これが特徴の一つ。そしてそれかぶせていきます、入江聖奈。入江聖奈スピードありますね。よく、セミファイナルでもその前の戦いでもどこでもそうなんですが、よく使う言葉として、坪井さん、次元が違うボクシングをやってるというふうによく評価されます。はい、確かにそういうところ、もう本当によく出てきますよね、試合中にね、そういうシーンが。そうですね、やっぱり前の手の使い方一つとっても、やっぱりステップだったりフェイクだったり、やっぱりオリンピックチャンピオンはすごいなっていうのが伝わってきますね。で、内山さん、見栄えがいいパンチですもんね。はい、やっぱそうですね、あの中間距離のジャブをパチパチやってるのはすごくいいですよね。はい、やっぱスピードもありますね、やはりね。そうですね、坪井さんがこの入江選手の一番いいところはどこだと思いますか。やはり前の手の使い方が上手いですよね。まあ、まっすぐのストレートを主にメインの武器だと思うんですけど、はい、まあ、その軌道から左フックだったり、まあ、あの前の手が本当に見えづらいんだと思います。はい、左から入ってきます。今も左出した左、カウンター気味にヒットしています。おお、一発、吉澤さんも入っていきます。吉澤選手、おお、ナイス。164センチの上背があります入江。一方吉澤は157センチ。入江選手、やっぱこう女子の試合数見てて迫力ありますね。ありますね。はい、動きがスタイリッシュ、洗練されていると言ってもいいような、そういう動きを身上にしています入江聖奈。左からタイミングが良いと自分では思っていますと、自分のアピールポイントを教えてくださいというコメントには、そのように答えてくれました。自分ではタイミングがいいんじゃないかなと、他の人よりは。確かにそうですよね。まあ、全ての面で、非常に高い評価を得ている入江聖奈。その入江選手に対して吉澤選手は、坪井さん、どのように戦おうとしていますか、今現在は。そうですね、近距離、吉澤選手は近距離を得意とするボクシングだと思うので、はい、まあ、近距離にうまく持ち込んで、今みたいなボディだったり上のフックを当てたいのかなっていうのは伝わってきますね。はい、まあ、でも容赦容赦でいいパンチは入ってるんですけど、はい、
まあ、入江選手もうまく当ててるので、はい、吉田選手この決勝戦パワフルにいきますという意気込みです。でやっぱり左フックに自信があるんでそこまで持っていきたいということなんですが、うん、左、その左です。元ボディ上下打ち負けました吉田は。入江選手やっぱスウェーが上手いですね。ああ、はい、なのでフックをもらわないようにしっかりスウェーでかわしてるんですね。ああ、バランスもいいんでしょうね。あ、ちょっと頭の紐が、紐がね、ちょっと今ほどけたようです。現役最後の試合を迎えている入江聖奈、この全日本の週間に入りましてもやっぱり記者の皆さんが入江さんの方を追いかけて、はい、でカメラで収めたりコメントを取ったりとか、まあ、連盟の方も大変なようですけれどもね一人あの図抜けての人気です。あの 金メダリストですか、やっぱり、ね、そのくらいの人気は、全日本選手権2021年もフェザー級優勝していますこの入江聖奈。さあ第1ラウンド終了しましたいい感じで戦いました入江聖奈。今ポイントが続々と掲示されています。あ、4人の方が入江、5人目も入江、全てが10対9で入江を支持しています。第1ラウンド終了したところで5対0です。まあ確かに1ラウンドの内容を見ますと吉田選手も健闘しました、頑張ったところシーンがありましたけども、坪井さん、やっぱりこういう形になりますよね、ポイントをつけるならば。そうですね、やっぱり入江選手の前の手だったりボクシングの構成自体の作りが、まあ、ちょっと1枚2枚上手だったかなっていう印象を受けます。今コーナーで、入江選手の表情が映りました。本当に常に楽しげに内山さんボクシングやってるんですよね。伸び伸びやってます ね、楽しんでるという表現がぴったりの入江聖奈。第2ラウンドです。さあ改めてこの1ラウンド終わったところで吉澤選手のやるべきことは坪井さんどんなことですか。やはりあの前の手が結構厄介だと思うので、うん、あれをもらわないとこの距離まで行って吉澤選手は今みたいな感じで、ああいった展開に持っていけたらいいんじゃないかなと思います、はい、今何か掴んだかもしれません。おお、手数を増やしました入江、まあ、当然吉澤の出方で入江選手の対応の仕方も変わってきます。ミロスレートから行きました。あ、ハンドスピードも速いんですよね。ブロング、ちょっと青が上がりました、入れ替わった、ここで止めます、うん、あ、回ってはいけないというデッシャーですね。結構いい、うまいですね、待てない方が。あ、おお、パカッと、ショート先に行きます。綺麗なワンツーを伸ばします。あのブロックの上あるいはあの綺麗には入ってなかったかもしれませんけども、ああいうのはやっぱり見栄えの面でもポイント、あ、打ち返します。吉田は、吉田選手でもいい攻撃ですね、はい、いい攻撃ですね、ワンツー綺麗にかわしてきました。これダウンですね、カウントが入っています。肩越しに坪井さん、今右のストレート伸びてきましたね、はい、今うまかったですね。ちょっと、はい、さっきまでずっとまっすぐ打ってたんですけど、今だけちょっとこう角度を変えて打ってたので、まあ、うまいなと思います。パンチ集めます、はい、ボディもしっかりと絡めてきます。またワンツー、同じような感じです。確かにストレートの軌道をちょっと変えてね、先ほどいいパンチを打ち込みました。よく見てみるといろんな変化をさせているようです入江聖奈。あ、ちょっと顎が上がりかけました。吉澤です、ボディ打たれます、打ち返す、ボディの応戦になっています。おー、うまい。おー、結構手もリーチも綺麗に伸びて、あの明らかにレバーブローというようなところを捉えていきます。入江、右打ち下ろす、オーバーハンド、ちょっと下がりながらこれポイントさばきます。やっぱ入江選手はパンチ力もあるの。いや、あると思います。今の感じちょっと吉田選手嫌がってますもんね。だいぶ多分あるんでしょうね。入ってきます、勇敢に入ってきました。吉田は右ロック、左は空振りです。下がりました。吉田は追いかける入江、この辺の打ち合いのところを制せば吉田の展開にも持っていけるんですが、ボディをうまいこと絡めてきます。おお、反撃します吉田。なかなかね、女子であのアッパーからの左ボディを打つ人ってあんまり、ね、いないよね。いらっしゃらないですそうですか。あ、またダウン取られました。カウント入ります。繰り返しになりますけれども、坪井さん、これも、はい、ワンポイント、あの普通のパンチが当たっているという感情でいいわけですよね。はい、そうです。ダウンはダウンなんですが、
でもただこの距離吉澤選手の距離にだんだん近づいてきてもいるので、うん、やっぱ当たるもらうリスクもだいぶ出てくる。そうですね、流れの変化は見られていますけれども、今吉澤さつき何を考えているか。そしてこれが最後の試合、入江聖奈ポイントが今表されていますが、ジャッジお二人第2ラウンドを限ってみても、ジャッジの 1,2,3,3 名の方が10対8つけてますね、はい。まあ、そんだけのラウンドだったということですね、はい。ということはトータルでもだいぶ多いジャッジの方は3ポイント差がついています、はい。2ポイント差が2人、あと3人が3ポイント差、トータルでもうこの時点でつけています。となるともう吉澤選手の勝ちの目というのはですね、ノックアウトが、まあ、倒されない限りはデュエリストコンテストしかないですね、はい。そしてこのラウンドが入江聖奈最後のラウンドということになります。現役最後の試合と決めていますこの大会。飛び込んでいきます。吉澤、いい試合です。当たりました。左返し、これも当たった。いい打ち合いになっています。ちょっと頭も当たってる、その辺を注意されているようです。なんか、入ってきました。お互いなんか楽しんでやってますね。楽しんでますね。おーっと、動かしました。入江の表情、ちょっとくすむ表情になっています。顔が真っ赤に感じられます。入江聖奈ボディブロー、お互いに空を切ります。右のパカットがこすった。さあ吉澤が追いかける立場です。それを受けます入江聖奈、ドアボール、綺麗なコンビネーション打ちますね。なかなかね、ああいうコンビネーション難しいですけどね。これで顔を起こしてちょっと当たれます。一回離れてみました。チェンジオンフェース、ワンツーからショートパンチでした。入江、その辺はもう受けながらも前に飛んできました。顔にヒットしています。もう一回ワンツー、もう一回打ち下ろしました。入江、いい打ち合いです。坪井さん、なんかこう本当に気迫にみなぎってますね。すごいですね。おー、森村、吉沢打ち込んでいきます。おー、強烈な左足、すごい、結構当たってますよね。当たってます、すごい。いやー、ラストラウンド、このファイナルラウンド素晴らしい打ち合いになっています。おー、入ってくるところアッパーカット、吉沢のパンチです。引き離す入江、入江がガード高々とワンツー、距離を確認し、おー、左ボディーブローです。吉澤、いや、伊沢選手のパンチも結構当たってますよ。いいですね。やはり左フック得意だというだけあります。いいタイミング、左フックで、これ両選手に注意ですね。頭が当たってしまっているようです。先に入江が行きました。それに応戦します。吉澤、いや、さすがに同門対決、遠慮なく打ち合ってますね、2人とも。で、まあ、お互い手の位置分かってますからね。左フックは大きく空振り、飛び込んでいった。吉澤、さすがの入江もマウスピースが顔を出しています。左から右のストレート、入江もう1回ワンツー、入江簡単になりました。入江のパンチです。吉澤もタフです。ラスト30秒振り回していきます。あと30秒、入江の現役生活あと30秒、もうすでにそれさえもありません。短くなっています。おお、吉澤いいパンチ、もう一回ワンツー、ではワンツーが左打ちました。ここでターンを取りました。いや、坪井さん、確かにいいパンチでしたね。今のはワンツーからいいフックでしたね、はい。ここで試合終了です。判定になります。女子フェザー級の一戦、入江聖奈選手の最後の試合がこれで終わりました。それ吉澤さつき選手と素晴らしい戦いになりました。まあ、入江選手の最後の一戦、それを受けて立つというような、それに挑んでいくというような表現を使おうと思ったんですが、それには値しない、もう本当になんか素晴らしい、入江選手ともがっぷりと戦えたというような感じですね。気持ちのこもった素晴らしい戦いでした、やっぱり同じ所属だから、日本体育大学の同じ同門だから、その辺が分かり合えてるから、いい試合に、いい打ち合いにしようという2人の気持ちが出たんでしょうね。そうですね、見えましたね。素晴らしい試合でした。5対0です。勝者、赤コーナー、入江聖奈。入江聖奈優勝です。
最後の試合でこの決勝の舞台で見事日本一に輝きました入江聖奈、全日本選手権を勝ち取りました入江であります。女子フェザー級の一戦、同門の日本体育大学の吉澤さつきを5対0の判定で下しまして、入江聖奈見事な優勝を飾りました。最後の試合が優勝だなんていうのは、坪井さんも今拍手を送っていらっしゃいますけれども、まあ素晴らしい優秀の美ですよね。いや素晴らしいことだと思います。本当にオリンピック金メダル取って全日本も何回も優勝して、素晴らしいですね。スコアをご覧いただいてます。ああなるほどなるほど、あのやっぱり、吉澤選手のファイトにポイントを与えた方もいらっしゃったみたいですね。そうですね、最終ラウンド1人ついてましたね。関係者の皆さんに挨拶しながら引き上げていく入江聖奈選手です。こういうところずっと見てますと、知り合いの顔を見つけては笑顔を向けたりとか、はい、挨拶に行ったりとか、本当にこまめですよね。そうですね、やっぱりこう人となりといいますか、人柄というか、素晴らしい選手だと思います。これに、ね、現れています、入江聖奈選手の最後の一戦、女子フェザー級の決勝戦、吉澤さつき選手を5対0の判定で下しまして、入江聖奈が見事な優勝を飾りました。